キラドモイト14です。今回はこちら柔道スロースチャレンジというわけでね、柔道がこの前100万人をね、登録者100万人を超えましてすごいっすよね。今見たら117万人っていうことでまだ伸びてるみたいですね。なんとその結果柔道のためのチャレンジが生まれました。これね、一見するとめちゃくちゃ難しそうに見えるね。これ100万人の1ですかね。1位というわけで、もうエメラルドえぐい、エメラルドがえぐいし、インフェルノでね、うわーって並んでるわけなんですけど、ちなみにね、防衛援軍キョスケ出てきます。懐かしのキョスケーみたいな感じでね。まあ、なんだろう、ユニットに関しては11111で、もう呪文も1111なんですけど、結構ね、ヒーローがやっぱ強いのと、これね、今までのチャレンジ系で一番簡単にクリアできると思ってます、僕は。一番もうね、ローラーすれば絶対取れるから、これ。まあ、びっくりするぐらい簡単に取れちゃうんでね、もう先にもう、リプレイ見せる前に、正解だけ教えちゃうと、下からもう、ウォールブレーカーここを開けて、ドッカーン突き進むタイプと、上から穴開けて、ドッカーンって突き進むタイプ。このね、もう全ユニット、ドバーってもう、ババ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 、ちょっとすげえ遅いんだけど、まあ、こんな感じでね、全部バーってね、突き進むだけで全開取れちゃうんで、まあ、今回結構、何回か試せば簡単に全開取れると思います。コツは呪文とトームのタイミング、ヒーローの能力は後で勝手に残ってもいいんで、トームだけしっかりすれば簡単に取れます。はい、というわけで早速やっていきましょう。まずは下からだったかな。下から行くパターンですね。下からやった、ちょっとね、なんかこの時ちょっと撮影してるね。この撮影のソフトがちょっと重くて、何回かやってたんですけど、取れたのがこの1回だけだったんですよね、下。撮影して撮れたっていう意味ですね。前回ではなく。はい。もうこんな感じで全ユニットぶっぱできます。で、対空砲近くにあるので、空飛ぶ奴らはちょっと遅めでお願いしますと。で、ロイヤルチャンピオンも気持ち遅らせめで、なんだろう、ストライカーもギリギリで飛ばすようなイメージだったんだけど、これね、絶対トーム巻き込んだ方がいい。これミスったね。絶対トーム入れた方がよかった。で、スケルトンとコウモリはもう完全にシングルのタゲ取り用だと思ってください。で、ライトニングはシングルのタケチェン時間の感じかな。で、ドラゴンライダーはね、出しても出さなくてもいいんですけど、まあ出さない方がなんとなく強そう。最終的になんか外周部の防衛施設にパーンってね、ドラゴンライダーだけで回す感じ。で、今回のトラップがね、真ん中にね、ちっちゃくなるトラップがいくつか置かれてるんですけど、ホーミングとか赤バックとか空に対する罠がないんですよね。そうなった結果、ライドラとか、このドラゴンライダーってね、なかなかね、死にづらい。しかも対空砲が6時にある、あれだけなので、こんな感じでね、もうなんか、勝手に、最終区画まで黒く残ってれば、大体いけます、これ。うん。タウンホールの、なんかあれはね、もう、なんか、大量のユニットで押し切って、あとはドラゴンライダーとか、まあ、空飛んでる奴らで、行ってらっしゃいと。やばくないですか、これ。もう戦略もないですよ。もうびっくりしたんですけどね、なんかこれ、全部垂れ流すだけでいけそうだね、と思って。で、今回上から行きますね。で、上から行く場合はこれ、イエティで一応対空、どんなんだろうな、切んなくてもいいのかもしんないけど、きっときつつ、陸助釣りつつ、っていうことで、まあ、ドラゴンライダーがね、最後、対空砲に撃たれるのを一応、ケアというか、そんな感じですね。はい。対空砲だけ切っときました。でも、何も考えず全部っぱですね。で、ロイヤルチャンピオン出していきつつ、ロイヤルチャンピオン若干右側で、ストライカーも右側、ロイちゃんの方にかかりつく、ここでもう全ユニットトーム。で、最初のシングルインフェルノはもうこの、トームで押し切りつつ、真ん中をリクスケとコウモリで押し切っていくイメージ。防衛援軍はなんかキョスケなんですけど、無視していいです。で、一応ライドラもね、本体に混ぜつつ、まあ、ちょっとエアスイもあるんでね、左側の方が本当はいいのかもしれない。右側だと、まあ右側でもいいのかな。でもタグマリにライドラいる方が強そうなんで、一応タウンホール側にライドラ若干流し気味でいきましたが。はい。で、こうなったらもうドラゴンライダーがね、対空砲ないんで、まあ、シングルインフェルノさえケアできればというところですね。まあ、こんな感じでもう、ユニットバーって、もう並べて、ドカーンっていくのがね、結局、なんだろう。他のは大して試してもないんですけど、これが一番、さすがに簡単じゃない。だって全部ドバーって出してるだけだよ。これね、なんか、逸れちゃったりとかしたらもうやり直せばいいだけだから、うん。きっちりバーって流すだけで、もう僕もどうなってんのかわかんないから、あとトームのタイミングだけで、あと、ちゃんときっちりやってんの。うん。あとは勝手にドラゴンライダーがやってくれるから、トームのタイミングが非常に大事なのと、クロークを持って最終区画に来れば、全開取れます。はい。これ多分今までで一番簡単だと思う操作。
はい、というわけでね、今回は柔道スロースチャレンジだったんですけど、いかがでしょうか。柔道がね、100万人を突破したというわけでね、僕も100万人を突破した暁にはね、こうやって村を作ることができそうなんですけど、これ実際に柔道が作ったらしいです。考えて。もうデザインのところから柔道がね、なんかいろいろできたらしいですよ。なんかやってくれ、みたいな感じで。すごいっすよね。まあ、チャレンジ自体はね、なんか一見ちょっと難しそうなんだけど、普通に全部垂れ流せばいいっていうことにね、気づけた瞬間、あ、これはめちゃくちゃ簡単やってなったんでね。もう皆さんこれ操作の難易度で言って一番簡単だともう間違いなく。とりあえず垂れ流しましょう。一応ね、横からも試したんだけどね、まんま微妙だったんで、やっぱ上からか下からかのどっちからがいい、どっちかがいいかな。下の方がね、面が広いんで、まあそれ、辛いかな。クイーンが真ん中の1のね、真ん中のところを突き進むような形でやってあげれば OK。もうこれね、何回も何回もやったけど、何回も何回も全開取れたから、もう何回も取れます、これは。多分一瞬で終わると思うよ、みんな。まあ、ちょっと優しめのチャレンジくれましたね。というところで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録をお願いします。次の動画でお会いしましょう。さよなら。